59分、6時59分、アスコル。癖直しガス。癖になるんだ、これが。これが、昨日の三次会の時の私。いや、そんなはずはない。算数のテストで何度計算しても、A 君の移動速度が時速 3000km を超える。アイロンがけしてたら知らない人たちが入ってきて踊り出した。おばあちゃん、あれです。100ドル必要です。説明は後だ。乗れ。隣の席のカップルが仲良くドリンクバーを取りに行った隙をつく。でかい名作アニメや本。欲の塊。誰が食べていいって言った？先生、なんかすごいんで相対していいんですか？食べたチョコが頭から吹き出すタイプ。小銭落ちてないかな？前の人の暗証番号何かな？どうして泣いてるんですか？ヘルケモ、ケイ、ケモネム。あ、そうか。この頃の日本語は違うんだ。早く、こんにゃく。やっ、ケルカモ、ケリ、カモネモ。あっちだ。散歩の時間だ。ジェメルスン、ベロスン、エンペンメン。俺はほっといて早く行け。頼まれれば絶対に嫌と言えない。そんな女を連れてこい。ゴエモンが珍しく面白いものを切ってしまって笑いが止まらない。たかし、食事の前には何て言うんだっけ？審査の方を始めます。まあ、俺たちそろそろ結婚しないか？仕事中よ、空気読んで。ごめん。嫁に参ります。サチコ、腸まで届く乳酸菌、今頃どうしてるかな？死んでるに決まっているのだ。グリーンの顔から火出すやつで大体勝てる。気のせいか。あ、調理師免許？しずちゃん、北海道へ？面白いもの買ってきたわ。何これ？マリモよ。あかんこの水草の一種。マリモ？まずいよ、持ってきちゃ。この大きさに育つには何十年もかかるんだよ。確か天然記念物に。買ったっつったんだろう。幸いこれだけの文明だ。どこかにタイムマシンを直せるところがあるかもしれない。まずはこの世界を探検してみよう。わーにゃんごっこつけ耳。このつけ耳をつけるとほら、お通じが良くなる。次の対戦相手そんなにヤバいっすか？豚の花取り付けるね。症状張り替えたって聞いたんだけど本当？ボムヘイ、いつもはおとなしい猫なんですけどね。嘘をつくな。あら、坊や、世紀末は初めて？あそこの雲を右ですね。ハイジのモノマネ。ジムリーダー、タキシ。ガッツボに入った。昨日、大工にナンパされたところまでは覚えてる。みんな、ヘアが読めない。寒くて凍えと。この服を開けます。嫌な予感がするわ。使いたくないな。僕が言ってんじゃないよ。プランプターが痩せてるんだからね。すると僕は盛り上がってまいりました。来たぜ、メロンだ。厚さ、幅、高さ。肉、憎しみを捨てなさい。信じる者は食われ、救われるのです。迷えるジンギス、子羊よ、これをください。すみません、おつけるこの野郎。一撃でメンバーがやられたのでとっさに木に擬態。食べかけのドラ焼きを落とす。女神ロボットが出てくるんだ。あなたの落としたのはこの大きなドラ焼きですか？ここで嘘をつくとなんももらえない。はい、そうです。はい、今のおじさん誰？すっぴんの静香ちゃんだよ。裏の問題難しかったな。さっきまで食べてたパンが見当たらない。コナン君、その靴使うの卑怯だって。新しい家具を買ってきたらまず主従関係を叩き込む。メロンソーダの中で自我を失いつつあるアイスクリーム。しりとりしよう。はい。空手でしよう。お前が好きだ。ダメです、先輩。一ノ瀬。先輩。一ノ瀬。先輩。へへん、さては火属性だな。わかりました、すべてお話ししましょう。だっき忘れた。食べ反対でいい。私も反対よ。俺も反対だ。キラーから来てるらしいのが少し気に入らないが、僕はもう世界的にキラになってる。もうキラで検索するだけでうちの住所まで出てくる。ああ、火事だけど僕は鳩時計の使命を果たさなきゃ。ポッポー、ポッポー。
2時だけど3時をお送りします。ぶねえな、車道は走れよ。ドン。でもか。でもないものが流れてきた。おこたて。どんな女性も振り向くイケメンバーサス、どんな金属も破壊する鉄球。あなたには失望しました。いつになったらアンパンマンをやれるんですか。ご迷惑をおかけしております。ご協力をお願いします。無責任者。なに、心配いらねえと。そのうちどっからともなく現れるさ。こいつと友達になってからよく物がなくなる。間違いありません、麦わらのルフィです。チャーズは俺が置いてきた。ヤムちゃんは嘘の集合場所を教えておいた。ああ、その方がいい。おばあちゃんの思い切った花ピアス。やけどんし、ジョージョ言ってるぞ。さて、尋問を始める。はい、どうも。そこに置いといてくださいね。言われなくてもおくじ。毎度。あの、ちょっとすみません。はい。以前、ずっと以前にどこかでお会いしませんでしたか。ナンパ？マジキモい。ガバオちゃう。ケバオ。何度見てもやっぱり花瓶は割れてる。ご飯、パワーが足んねえぞ。ゴテン、ご飯のパワー足んねえよな。カメハメハの反動に腕が耐えられなかった。一年間、同棲してた彼女に出ていくれてさ。辛くて、悲しくて、もう立ち直れないと思ってた。そんな時、冷蔵庫開けたら。プリン、いただきまーす。カバめっちゃ逃げますね。しょうがないな、のび太くんは。またジジイがリードだけ持って散歩行った。仕方ないよね。こんな筋肉の塊、困っちゃうよね。うどん屋の仕事、こねる、産む、こねたっけ、伸ばす、切る、茹でる。このままでいい。お小屋に来た客が席に座るなり、いきなり一言。あんたいい体してるね。なんかやってたの。いや、ベイブレードの図書。お客さん、まだ紐つけてないよ。それでは今から泣いてみたいと思います。寿司が回ってこない。お兄さんたち、こういうお店は初めて。頭は玉ねぎ、家は大火事、これなんだ。脇の下、脱毛お願いします。2年間修行しても皿洗いと出前しかできないし、やっと巻物を任せてもらっても腕前は全然上達しないし、やっぱり女の私には寿司屋は無理なのか。ということで、思い切って男になってみました。給料日3日前な。俺全然泳げないって言ったろ。ダイエット中なのを知った途端、ずっとこんな感じの友達。僕たちこういうの食べません。水を飲むだけでいいんです。あ、そう言えよ。お前たちの村には畑があって、野菜か何か作った後じゃないか。あれはトキオが勝手にくる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 こさない。やっぱグルコス。ダメと。くくくく、これ超強化パワースーツさえあれば、俺はいつも1メートル山下の荷物なんて楽々運べるぜ。好きなのは君だけ。肩取りのカツアゲ、アグシンゴ、みんなと踊ればパワーレイ。ペタゴリラさん、戦いの中で成長してる。こっちが機関か。先っちょだけ、本当に先っちょだけだから。かわいい。赤ん坊みたいに言わないでほしいね。小さくても年は君と似たようなものです。ごめんなさい。まあ宇宙は広いからね。大きな人、小さな人、いろいろいても不思議はないさ。私のタランチュラと戦わせましょう。まず足みたいな匂いする。物語はここで終わりじゃねえぞ。ドッジボール最後の一人がしぶとい。攻略本によると見えない道がある。すみません、下の階のハワイアン教室のものです。もう少し静かにしてもらえますか。毒。最高に面白い回文を作ってください。まさかこの文章が回文になるなんてびっくりだろ。でも現に、うげ、モデオロダリクッピー、天なる何、ムイガガ、ウションブのコカ様。五条ニャトル。ラーン。もしもし、こんな子を見ませんでしたか。たらやき 30% オフでしたよ。どうもありがとう。悪いけど、水を操れるのはあなただけじゃないの。へい、魂。あ、天丼という食べ物は、あ、エビフライか、あ、一般的な、あ。あんなに怒鳴らなくたっていいでしょ。え？食い逃げしたがムカついて戻ってきた。早く立たないと水位が上がって死ぬよ、ハイジ。歩けなくても感覚はあるの。スネを蹴るのはやめて。この夜景はお前にくれてやる。部下への残業の押し付け方がロマンティック。
さっき俺が撃ってた台、胴体の方がやられた。おっと、ここでドナーカード、臓器を一つ提供しなければなりません。慎重に幅が変わらないようにかぐやさんへ行く。セーフ、やったやった、のび太えらいぞ。のび太くんの大活躍で勝てたんだ。いい気持ちいい。夢よ、クジラを初めて見たらしい。これな、シュワシュワして苦手よ。おいで、バカな人間がサファリパークでエンスト起こしてるよ。塩にするか、タレにするか。好きなの、コナン君のこと。だったらどうする？ジンにバラしちゃおうかな。ベアルックでデートに来て悪いか。あ、これか。日本語で切れたらヤバいやつって意味だ。敵チームに潜入したスパイがギリバレない感じでいい働きをしてくれる。やったぜ、翼。中西君、審判が見てなきゃ僕は何だってやるんだよ。